秋葉原にあるケイスケさんというラーメン屋さんにやってきました。もこもちはラーメンは月一と決めていて、毎月その月一を楽しみに生きてるんですけど、その月一のラーメンをこうやって YouTube に上げられたら面白いかな、どうかなとか思って突発的に撮ったので、もう食べるシーンになってます。鶏白湯のスープになっててすごい濃厚で美味しかったです。あ、この日がねクリスマスイブということで、イブに一人で秋葉原に行ったんですけども、クリスマスといったらチキンかなということで、あ、これはつくねなんですけど、そう、なんかチキンがね、たまたま骨付きのチキンが入ったラーメン屋さんがねあって、やるじゃないか、イブなので行ってみました。あ、ここはねもうずっとね毎日毎日イブじゃなくてもチキンが乗ってるんですけど、あ、この鶏つくねがね軟骨がコリコリしてて、多分シソかな、シソも入ってて、私の好きなつくねで、つくねだけを持ち帰りしたいぐらいつくねがとっても美味しかったです。海苔がね、大きな海苔がボンって入ってるタイプで、いつもなんか海苔って結構普段から海苔大好きでバリバリボリボリ食べるんだけど、ラーメンの海苔って皆さんどうしてますか？よく正解がわからなくて、いつもどうするんだろうって思います。ほら見て見て見て、めっちゃでかくない？みんなの思ってたより 2,3 倍あったでしょ。ほんとチキンって感じで、もうお箸で崩れるぐらいの柔らかさで、そう、でも食べるの迷ってたらやっぱこうやってねお皿があって、それに置いて食べる感じだったみたい。扉の近くだったので寒くてコートを着ています。そう、卵もさ、黄身がとろっとろで、私絶対卵乗ってなかったらトッピングで卵するんだけど、今回なんか一番人気のやつにしたんだけど、なんかトッピングが全部乗せみたいなぐらいいっぱい入ってて美味しかったです。髪ゴムを忘れたのでコートの中に髪の毛をしまいました。そう、お肉が本当にホロホロしてて美味しかったです。すごい、もう、この感じ、一人なの忘れちゃうぐらいうまってなった。てかこの下からのアングルしんどいね。今回ただただひたすら食べる動画なんで何も面白いこととかないです。そうそうそう、こうやってねお皿、あ、これあれですよ、ちゃんとお皿に置いてますからね、テーブルに置いてないですからね。皮付きの食べたいな秋葉原。秋葉原結構なんか美味しいラーメン屋さんいっぱいあるって聞いて、また行きたいなって思います。ということで、月一ラーメン会12月は秋葉原の鳥王っていうものかな、鶏に王様の王でケイスケさんというところでした。海苔は沈めます。これねちょっと全部流すと長くなるのでこの辺にしたいと思います。もちろん完食しました。バイバーイ。